4月に、初代、ヤリスの欧州市場向け使用者に搭載されたのが、初出となる。なお、日本国内向けは、自動車 NOX、PM 法及び、各都道府県のディーゼル車規制条例の規制対象に、該当するほか、乗用車及び、ハイエースより小型の商用車にはディーゼルを投入しない、販売政策のため、2007年8月をもって、採用車種が存在しなくなった。 その後新興国向けに継続生産されている。2019年11月現在の現行車種では3代目、カローラ・アルティスのインド市場向け使用者、及び初代エテオスのインド市場向け使用者に見られる、のみとなっている。ただし、国内向けとしては補給用、アッシー部品としての製造は継続しているため、国内で当該エンジン自体の製造が終了したわけではない。 欧州向けとして2000年に登場。日本国内向けは2002年。直噴式、ディーゼルエンジン水冷直列4気筒載 1C8、バルブこのエンジンでは、オイルフィルターの小型化が行われ、フィルター容量 0.3L という、ディーゼルエンジンとしては、非常に小型のものが採用されている。これは、ガソリンエンジンの二代目 G 型、JZ 型、RZ 型、TZ 型、 VZ 型と共通部品である。オイルフィルターの小型化は、ハイエース 200K 用の KD 型エンジンでも行われた。PSA プジョーシトロエンのシトロエンブランドの場合に、限りに WZTV と称する。出力、主な搭載車種。ありがとうございます。